お久しぶりです。お久しぶりです。ジュンダビバーです。おっと、前やったの6月ぐらいでしたっけ。そうですね。ね、あの、はい、いろんなカクテル並べて、はい、そして冬が訪れましたので、はい、キャンプで楽しめるホットカクテルを、ホットカクテル、うん、調べてまいりました。ありますよね。あるんですよ、うん、今日はね、まず1個目がね、ホットバタードラム、うん、知ってる？ああ知ってます、知ってます。ああさすがやね、うん、僕はあのこの企画のために頑張って調べましたから、うん、あの知らなかったんですけど。ラムとか飲みます？普段ですか、うん、食べはするけどね、飲みはしないよ、ね、だからたまにこうそういうなんか友達と集まった時とか飲むぐらい、うんうんうん、まあ、ワインもね、温めて飲んだりとかしますもんね。ね、しますよね、うん、だからワイン温めるだけだったらちょっとまあいつでもできるんで、今日はちょっとホットカクテルやりたいと思います。やってまずはね、うん、牛乳を、はいはい、温めます適量そしてこれ角砂糖とラムなんですよね、はいはい、でまずラムを30ミリ、うんうん、グラスに注ぎます、はい、30ミリってどれぐらいかな、これぐらい、入れすぎや、入れすぎ、うん、戻しますこれぐらい、いやそれもちょっと入れすぎ、入れすぎ、はいはい、これぐらい、うん、それぐらいかな、うん、OK、 これ30ミリ入れまして、角砂糖2個入れます、はい、なかなかないでしょ、コーヒーにも入れないんで、うん、角砂糖2個入れて、はいはい、でこれを角砂糖を溶けるまでしっかり混ぜるんですよ。ちょっと趣はないですけど箸で混ぜます。角砂糖がしっかり溶けるまで混ぜると。溶けんのこれ、溶けへんやろね多分ね。牛乳入れてから混ぜた方がええんちゃう、うん、温度でね、うん、いやこれうまそうやな、なんか、いや美味しいと思います。ちゃんとできた、ちゃんとできた。なんでそんなこと言うの。注ぎます、はい、そしてしっかりと砂糖が溶けるまで混ぜ合わせる。うん、溶けた。最後にバターを。どのくらいか、1個入れたら多いよね。うん、ちょっと多いかもしれない。半分でちょっと1個入れたら多いので。分量は何て書いてます？分量書いてない。あ、バター1個って書いてる。へ、1個いこうか、うん、てかちょっと今その耐熱グラスのそれ、あ、熱くない？熱い？ちゃんと熱い？そんなに熱くない。で、あれば一回そこ戻して温めた方がいいかもね。あ、バター入れる前に、うん、一回ここで匂い。確かね、僕やった時はラムはラムでレンジでチンしたいなような気がするな。なんか書いてる。え？ラムを、あ、先に牛乳を砂糖。おお。ええか。このままいく？拭く？一旦置いて。拭く？いや大丈夫。うん、拭いたら大丈夫。大丈夫。あ、間違えた。いいね、よし。はい、さあそして最後にバターを浮かべて飲むと。いきます。あ、バター浮かびましたね。うわ、めちゃめちゃええ匂いしてる。さあできました、ミルクドラムホットね、ホットバター、ホットバター忘れホットバタードホットバタードラム買う買ういや、うまそうやで。もう匂いがどうなんですか、匂いは。めっちゃお酒の匂いがふわーってくる、うん、うまそう。あ、ちょっと飲んでみるわ。バター混ぜなくていいの？バターなんかこのままいきたい派やねん。あー、じゃあ北海道ラーメンでも俺浮かんでるバターあるやん、うん、バターコーンラーメンあれ、あのまま行くタイプいただきます。
あったまるわこれ。ですよね。美味しい。牛乳バター砂糖の甘みがあるやん。これ酔うよこれ。僕生まれて初めて飲みました。あのホットのカクテルっていうものは飲んだことなくて、うん、まあせっかくキャンプでやりたくて調べたんですけど、うん、こ美味しいなこれ。あり？あり。勝手に顔が笑けてくる。確かにニヤついてるぞ。いやこれうまいな。ちなみになんかカクテル言葉みたいなこと言ってたじゃないですか。良き思い出。渋いな。ロマンチストというか。そうやね。やっぱカクテルってそうなんですね。うん、どうですか。それを聞いて今飲んで。今日が良き思い出になるんでしょうね。何年後かにこれを飲んだ時に今日のことを思い出して涙流すんでしょうね。おそらく。まああともう一品作ろう。うん、あのね、まあキャンプやる人コーヒー好き多いと思うんですけど、僕もコーヒー好きで、コーヒー使った、ホットカクテル、うん、アイリッシュコーヒー。アイリッシュコーヒー知ってます？は僕は聞いたことある。いや、やっぱ知ってんのか。あのカクテル言葉、これは何なんですか？温めてなんですよ。ちょうどいいよね。まあ簡単で、あのインスタントコーヒー使ってもいいんですけど、もうめんどくさかったらこういう出来合いのね、ブラックコーヒー、まずこれを大体140ミリぐらい、これぐらいね、入れまして、そこにウイスキーを45から60。ウイスキーって決まってるんですよね、多分アイリッシュとかで。そう、うん、アイリッシュウイスキー、純一ダビッドさん。ジュンチ・ダイビッドソンっていうメーカーのアイリッシュウイスキーを、はいはい、使うようにしてください。でこれを大体45ミリか60なんで、まあ、こんなもんですね。ここがちょうど200なんで、でここに角砂糖を入れるんですけど、うん、まあ1個か2個、うん、僕はもう1個にします。1個にします、はいはい、この缶に生クリーム、はいはい、生クリーム40ミリをシェーカーに入れて泡立てます、はい、シェーカー忘れました。なのでこれで手作業で40ミリやから、まあしれっといってるけど、こんなもんやね。こんなもん、40ミリ。シェーカー忘れました。どうやって泡立てんのよ。だからこれで箸でやや硬くなるぐらいまででいいと思うんですけど、金属音嫌いな人いるかもしれないから、ジャズでも流しといてここ。ちょっとトロッとなったんで、はい、としよう。これをグラスに注ぎます。ちょっと多かったな。これぐらいか。で、このクリームをそーっとグラスに注ぐことで綺麗な2層になるから、見ててください。どう？綺麗な2層。いやちゃうな。いやでもまあ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 、一応2層。シェーカー忘れたから、うん、このクリームがちょっとまだ柔らかかったんですね。いやそうですね、うん、間違いなくとか言わんでやんか。分かってるから。申し訳ないなと思ってる。これやるって言いながらシェーカー忘れた、申し訳ないって思ってるよ。ちょっと行ってみます、はい、どんな味なの。初めてやからね。うま。これはダメですって。
コーヒーゼリーにそのウイスキーとかブランデーが入ってるような味で、しかもそれがホットやから、うん、体一気に温まる。温まりました。温まったいやちょっともうやっぱ2杯こんな強めのホットカクテル2杯目酔ってきたねいやホットカクテルありやな、キャンプで。あり、はい。僕も今までやったことなくて、まあホットワインまではあるんですけど、ただちょっとこんな簡単にできるんだったら、ちょっとパッとソロとかで行った時にも、何飲んでるんですか、アイリッシュコーヒーですアイリッシュウイスキーの入ったカクテル、アイリッシュコーヒーですたぶん僕アホやと思われますよねちゃんと、ええか、このまま行く。行く。今の面白かった。持ってましたよ。